随一、接着板の二次元模型。細胞接着タンパク質、細部膜、細胞膜裏内パク質、中間系、フィラメントデスモグレーンは、細胞接着装置の一つである。接着板の細胞接着分子で、カルシウム結合性の膜貫通タンパク質である。カドヘリン様配列があるので、接着藩カドヘリンとも呼ばれ、カドヘリンファミリーの等タンパク質である。 4つのアイソフォームデスモグレーン1、デスモグレーン2、デスモグレーン3、デスモグレーン4があり、対応する4つの遺伝子は18番染色体にある。主に表皮を材料に研究されているが、小腸、乳腺、気管、膀胱、肝臓、心臓、胸腺などの臓器にも存在する。デスモグレーンの4つのアイソフォームの詳細は、各項目を参照されたい。1974年、 米国、ボストン医科大学のクリスチン・スケロート・トジェディオン、マトルトシーが、牛の鼻の上皮から接着斑を管理し、SDS 電気営動の分子量が230ケイダ、210ケイダ、140ケイダ、120ケイダ、90ケイダ、75ケイダ、60ケイダの7種類の主要な抗生タンパク質を発見した。スケロート・マトルトシーが、生、 科学的な突破口を開いたことで、1980年代、接着藩の構成タンパク質に関する研究が大きく前進した。ドイツガン研究センターのウェルナー・フランケや米国、プリンストン大学のマルコム・スタインバーグらの寄与が大きい。1981年、スタインバーグは生、科学的分析に耐えるミリグラム量のデスモグレーン、管理法を開発したが、 この時点では命名していない。1983年、スタインバーグは接着班の160系だのタンパク質に対して、デスモソーム、グリー、タンパク質の設備後、インを合わせて、デズモグルイン、つまり、デズモグレインと命名した。1990年、ドイツのフランケが CDNA の延期配列を決定し、カドヘリンファミリーの一員であることを発見した。 1993年、それ以前から、接着班の構成タンパク質が多数発見されるにつれ、名称が混乱していた。構造の不死で述べるが、特にデスモコリンと命名されたタンパク質はデスモグレーンと構造がよく似ている。それで、接着班の世界の研究者が相談し、統一命名法を提案した。現在も、その命名法が使用されている。 この記事は、その命名法に従って書いている。実は、名称の混乱は1993年以前から問題視されていた。1986年、千葉財団シンポジウムで接着藩の世界の研究者が一堂に会した時、統一しようと話し合ったのだが、この時は、とんざした。デスモグレーンは、随地に示すように、接着藩のカルシウム依存性の 細胞細胞接着を担う、膜貫通タンパク質で、同親性結合の細胞接着分子として、表皮、小腸、乳腺、肝、膀胱、肝臓、心臓、狂腺などの臓器で、細胞接着の機能を果たしている。デスモグレーンは、SDS 電気営動で160系打の、糖タンパク質とされているが、CDNA の塩基配列から推定された、デスモグレーンの、 アイスォームの一つ、デスモグレーン1のアミノ酸残機数は959個である。対応分子量は102イダで160イダとの差分は動作と SDS 電気営動の特性である。細部内ドメインにプラコグロビンとプラコフィリン結合部位がある。構造はデスモコリンとよく似ている。デスモグレーンの特徴は以下の 7. 繰り返し単位ドメインドメインがある。この EC ドメインがカドヘリン様配列を持っている。EA。細胞外に一つの細胞外アンカードメインがある。TM。膜貫通ドメイン。IA。細胞内に一つの細胞内アンカー。イントラセリアラーアンカードメインがある。このドメインは接着半形成と細胞接着に重要である。X。 細胞内カドヘリン様配列に結合する部位である。IPL、細胞内プロリンリッチリンカー。ラ a ト繰り返し単位ドメイン。デスモグレーン末端ドメイン。デスモグレーンの異常は接着藩の異常、つまり上皮組織の異常になる。デスモグレーンの変異、または自己抗体が原因の人皮膚病を示す。ありがとうございます。